はい、茶葉でございます。私、天才ウイーレ博士と、呼ばれております。茶葉でございます。よろしくお願いいたします。今日もね、見つけちゃいましたということで、皆さんにね、報告させていただきたいと思います。何を見つけたか、そこが大事なんですけども、今作ね、インパクトキックっていうのが強いっていうのは知ってますか、皆さん。インパクトキックっていうのは、バツとか、四角とか、丸とか押すときにダッシュボタンを同時に押すことによってゲージが紫になってめっちゃ強いパスがビュンっていくと、それがね、好きっていうことなんですよ。いいっていうね、何がいいって言ったら、軌道が速いし、パスが通りやすいと。でね、僕がね、そのインパクトキックね、何がいいかっていうのをね、分析して回ったんですよ。渋谷とか新宿とか聞いて回って、インパクトキックのね、どこがいいですかって聞いたら、球ね、弾速が速いっていうのが1位でした。弾速が速いから、マークがこう、なんていうの、トラップする受け手の選手にマークがつくの遅くなるわけですね。それのね、何がいいか、ここだけ本当のことを言いますけど、マークが外れてる人でボールを持ってると周りの動きが良くなるんですよ。抜けたりとか、あいつフリーだからパス出せるぞ、抜けたりスペースを空けたり動き回るんでディフェンスが崩れるんですね。でそのためにインパクトキックを出したらええんちゃうかっていうことなんですけど、そのインパクトキック、それをね、弱点があります。使ったことは分かると思うんですけど、インパクトキックっていうのはため技なんですよ。ボールをね、蹴るまでにトーンみたいな感じで、ちょっとね、間が、普通のやつだったらボーン、トーンみたいな感じで、ちょっと時間かかってね、その間に、こう、パスコースを防がれたりとか、いろいろあるわけなんですけど、それをね、チャマは、ためをね、なくすことに成功しました。それを今日は皆さんに伝えたいです。それ、どうするかっていうとね、インパクトキックって、球速いじゃないですか。じゃあ、シンプルにね、球速いパスを出せばいいんじゃないかということで、この間違えてレベ場にしてしまったケレチ・ヒアナチョ、見てください。スピード95になってすごいねって、そこじゃないです。キック力を92にしました。わかりますか、パスの弾速が速くなるので、イヘアナチョから出たパスのムバッペ、ここフリーになる。じゃあこの辺の周りの選手がぐんぐん抜けていってチャンスになる。それを今日はお見せしたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧になっていてください。天才ウイレ塩つかみ博士、塩のつかみ方なら、何も出てこなかったんでレッツゴー。はい、ということでいきました。イヘアナチュちゃん最強でございます。ではね、試合に行きましょう。まずね、もう僕の夢はもう今作のね、育成一本化です。皆さんが迷ってるね、何を出せばいいのか、どこの選手何をあげればいいのか、もう気にしないでいい。だってキック力とパスを全員99にしたら、全てのパスがインパクトキックのパスになって、相手のディフェンスがずれ放題、もういくらでもチャンスが作れる、そういう状況をね、夢見て作ってます。私はあなたたちの生活を豊かにしたい、ただそれだけで今日まで動画を上げてきました。これ以上の豊かさを与えられることはない、これが最終回かもしれません。行きましょう、レッツゴー。ということで、まずは普通のインパクトキック見てもらいましょう。出しにくいよっていう人にはね、一口メモで、出しやすい技っていうかタイミングとかも教えます。でまずはね、イヘアナチョからゴーン。これね、まずこのゲージの、これ普通のパス、普通のパスね。で、ゲージの強さで結構変わります。だから、パスサーチレベルだっけ？なんだっけ？パスアシストレベル？あれを下げるっていうのもいいですね。で、今取られちゃいましたけども。これあと。やめなさいと。今ちょっとね、みんなに教えてるわけですから。ね。イエローカードを見せつけて、見せびらかしてきましたけども、全然嬉しくない。欲しくないですね。さあ、行きましょう。で、これ、この紫のゲージ。これがね、インパクトキックです。ほら、見て。で、これ、インパクトキック。ただ、ほら、早いでしょ。早いけど、発生までに時間かかるから、だったら、キック力上げちゃうよ。と。で、イヘアナチョが、キック力がもう、バチバチに上がってますんで、イヘアナチョのパスを見ていきましょう。もうね、バツボタンで、緑のゲージで出しますけど、もう、グーンって上がりますから。
グーンつってで、こんな感じでね、グングングングーンつって。ちょっとね、僕ね、この動画の前に練習してきましたけども、感覚おかしくなってます。グーンパスしかもう出せなくて、ほら、もう、グーンパスしか出せなくなっちゃってます。それでもいいんで、全部通りますから。まずはイヘアナチョでね、パスを出していきたいということで、交互期待。さあ、まあ、イヘアナチョちゃんがね、まあ、魔改造されてますよ、はっきり言って。泣きながらね、練習し、装置に乗ってました。邪魔、俺はこんな風になりたいわけじゃないんだ。でももうしょうがないと。お前には犠牲になってもらう。キッズの笑顔のために。ということで、さあどうだ？あれ？イヘアナチョ、ちょっと、掛け声が、気合が足りなかったから、ちょっと待ってね。キック力はお前、すごいはずだぞ。さあ本気を出して、最強のパス。そんなでもないな。ちょっと待って。あれどうした？ん？キック力、キック力といえば、あ、デブちゃんか。デブちゃん、デブちゃんのパス。デブちゃんのパス打たして、マジで、まずね、おかしいね、おかしいね、これね、ちょっと待ってね。はい、デブちゃん、デブちゃんのパス、あ、早くな、ほら、あららら、早い早い。イヘアナチョは、イヘアナチョは一応ね、デブちゃんもね、これね、パスをね、実はキック力とパス上げてるんです。キック力上げてるんですよ。でパスもね、普通に上げてると。ただイヘアナチョはトレーニングポイントが足りなかったんで、キック力だけになってた。なるほどなと。チャマ天才ですから、今ピーンときました。そういうことかと。キッパス精度っていうのは、ずれるずれないもあるけど、勢いも変われるんだと。お、ほら、見て、今早かったでしょ。だから、パス精度が低いと、早いときと遅いときがあるんだと。そこも安定しないんだと。で、逆にデブちゃんは、グン。ほら、早いっしょ。わかる。ちょっと奥に行かなかったけどさ。なるほどなと。いうことなんですよ。俺はもうピンときました。だからそういうことかと。じゃあ俺がね、夢見るインパクトキック、おじさん、インパクトキックだらけのチームの名前何する？ノー、ほら、これやばくない？ほら。今の罰だからね。ノーモーションインパクトキッカーズっていうことにしますか。は、パスと、キック力とパス。この二つが必要なんだということが分かりました。俺もね、天才でしょ？イヘアナチョのキック力だけじゃ。俺、早い、早い。今のちょっと早いよ。だけど、こう、イヘアナチョ、なかなか出にくいと。だったら、デブちゃんをね、俺わざわざ取ってさ、インパクトキックと、キック力上げてるわけですから。うん、それをね、ぜひ見ていただきたいと。ほら、ここ、ほら、開きまくんね、ほら。やばくない？ただ、今ちょっと、やっぱイヘアナチョのパスが精度悪かったんで、最後は通らない。このスピード感どうですか？じゃあちょっとね、わかりましたから、今から作ってきます。僕のチームの中で、パスとキック力がめちゃめちゃ速い。この負けは、明日への第一歩。ではちょっとスカッと作ってきます。はい、ということで、パンパカパン、パンパカパン、パンパカパンでございます。出来上がりました。パスとキック力が強い順に並べたイレブンです。まあその分ね、若干こうポジションの適正とかはないところで使っちゃってますけど、もう致し方ないという感じでございます。これがね、フォワードとかで、例えばイブラヒモビッチとかだと、パスもキック力もあるんで、まあレベルマックスで2つどっちも能力上げたら90、90とかいくでしょうから、それを集めていく、それが多分今作の最適解ということになります。うん。で、一応能力見せると、デブちゃんは、グランダーパス95。で、キック力93。で、ロナウジーニョ結構意外といいですよ。グランダーパス81。で、キック力80。まあ、80、80あればね、結構安定して速いパス出せます。で、グランダーパス、グッティは79。で、キック力80ですが、まあ、決定力86、ここ変われました。で、ピャニッチがすごいです。グランダーパス81、キック力82。これ安定感あります。で、デヨングは、グランダーパスが89。で、キック力は若干落ちますけど、もう結局ね、精度大事になってくるんで、精度がね、高いと、キック力がね、若干低くてもいい。まあもちろん一番いいのは、どっちも高いことなんですけど、これだけでもね、全然違う。でね、見てほしいのは何が違うかというと、もうね、パス、思ってもないとこ通る。思ってないとこまで届く。それです。だから相手が、わかんないって感じになっちゃうの。わかんないって。さっきもね、沖縄 FC 琉球みたいな人と戦いましたけども、まあ、もうわけわかんなくなって。で、最初の頃はね、ナンクルナイサーって、軽めにね、ナンクルナイサーって言ってるぐらいだったんだろうけど、
もう後半、うわーテンパってね、自分を励ます、ナンクルナイサーみたいな感じで、ナンクルナイサーナンクルナイサーって言ってて、それがもう、本土、私が住む東京まで聞こえてました。そんぐらいビビっちゃってるってことだよ。ねえ、もう、これもう、正直この動画見た人、もう明日から言う人つまんないかも。だってマッチングしたら勝つんだもん。勝つっていうことが、マッチングをするだけの作業になっちゃう。ん？どういうことだ？まあいいよ。やっていきましょう。じゃあもうこれ絶好調もう集まってるんで、これ以上ないですよ。もう多分これでみんな、能力が上がって、パスも、キック力も90近くっていう感じになってますんで。このままいきましょう。レッツゴー。はい、ということでいきましょう。もう罰しか、インパクトキックほら見て、早くない？ビヨン。これは普通の人。これ早い早い。ビヨン。で、ここよ。はい。ビヨン。もうここよ、ほら。ちょっと抜け出せないな、その。あ、ビュン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 。キック力95のデブちゃんのミドル。この辺も見ていただきたいですね。うら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 。もうビビってんじゃないかな、この人。え、なになになにみたいな。正直、え、なにって思ったと思うよ。最初。え、どういうことみたいな。何がしたいの、この人たちで、みたいな。ただ、もう、これで分かったと思う。あー、パスの速さ全然違うわ、つって。はい。あ、ちょっと、ビエラうざ。あー、デヨングね。デヨングいいよねって。でもこの人はデヨングを、の何がいいと思ってるかな？パスじゃないんじゃないかな？これパス下手だね。ここ、抜け出したいね。あ、いい、来た。で、ここ、こう。え、こう。え、こう。あー、こう、こう、神。え、神じゃん。で、パスやばくない？もう、相手全然ケアしてないでしょ。だってあんなパス通ると思ってないから、一本ね、あれみたいなパス通したら、もうね、次の展開が分かんなくなっちゃうのよ。大体の人が、あ、このとこでここ出すな、みたいな。今のも分かったじゃん。あ、ここな、みたいな。はいはい、みたいな。だから、次の展開がなんとなくイメージできる。でもこれをね、例えばここにギュン、みたいな。あ、みたいな。で、ビエラ来ちゃったから、ここにギュン。で、横かな？いや、違うの？なんだそれつって。で、ここ通すみたいな。パスが早すぎるからねつって。ほ。でもやることなかったね。で、ここ、こっちやねんつって。あ、通らなかった。ちょっと待って。はい。ロナウジーニョがいいかなつって。で、ここ、早い。早い。で、ここ、で、こっちやねんつって。あ、もうちょっと、ねえ。どう？で、ここは普通に今回やねん。入らない。入らないけど。ちゃんは落ち込んでないんで、皆さん、安心してください。いやー、どうですか。やばいでしょ、これ。これはいけてるでしょ。これ、もう、今年の、ノーベル・イーフト賞、俺じゃないかな？俺になっちゃうんじゃないかな、これ。こんな集めないよね。あ、ちょっと待って。それダメ。OK。で、ここ、グーン。あ、ちょ、邪魔しないで。邪魔しないでね、これ。あ、ちょっと、これまずいな、これ。これまずいよ。こんな初歩的なミスで。あ、危な。とっさの経験値。マニュキーだ。邪魔くんコンピューターが弾き出した。ピピピピ。マニュアルキーパー。言ったよね、今ね、聞こえたよね。それ、俺も、わかりましたって言ったから、俺も返事して。なんでお前がロボット声なんだっていうボケでございますね。漫才の、ね、コント漫才の1個目にはいいボケだなって。さあ、行きましょう。そんなことね、言ってない。奥なんだよね。したら、ここーみたいな。え、ちょ、弱すぎない今の。ちょ、グッティ。ちょ、今、グッティのキック力問題出たね、ちょっとね。あれ、グッティが95とかキック力あれば、取ってたんじゃないのと。やかましいんだよな。やかましいんだと。で、縦当てるもん。グッティ、次、失敗すんなよ。はい、こう。グッティ、ちょっとやっぱパス、テンポ悪いね。ここ、当てれないか。当てれない。あ、いいよいいよ。グッティ、グッティ。まあ、グッティは今回ね、パスじゃなくて、まあ一応シュートの方なんで、パスもいいけどね。シュート部門での選出なんで、まあしょうがないかな。え、こっから？こう？こう？こう？こっちやねんつって。え、やばくない？え？やばくないこれ。こ、ね？なんで事故ったか。あんなとこに出てくると思わないから、おっと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 みたいな。指グー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 なってたと思うよ。指がグー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 って。これはこう、かわいそうな感じになっちゃうんじゃないこれ。あ、ダメだそれ。あ、これ待って。キーパー出しちゃう。この人もね、俺にほら、今、打っちゃいいのに。もうちょっと、あーってなってるね。あーってなってる。なんか、そういう戦い方が強いのかなみたいな感じで、影響されてきちゃってる。
はい、パスがダメだね。パスが この速さで全然寄ってないでしょ。そしてここ開くみたいな。あ、走ってないわ。ちょね、走ってない。やっぱそこなのよ。こいつらの弱点はね、みんないいパスを出し続けてきた。だからこそ受け手の気持ちが分かんない。パスを受けたことがないんだよね、この人たち。出したことしかないから。あ、 奥ね、なんか奥、ここがね、あ、ね、変わってほしいんだけど、奥がここがみたいな。これもとね、ついちゃう。あ、どうだ。あ、触れないか。そしてオフサイド。なんかルール分かんないから、オフサイド知らないから、出す側だからね。これが受け手の経験がこの人たちにあればオフサイドがある、気をつけなきゃと思うけど、ないから。だから多分この人たちがパスを出す側でね、フォワードがオフサイドとかになった時、なんで止まったか分かってないと思う、多分。でもまあいっかみたいな、戻ろっかーつって、なんか笛鳴ったし戻ろうみたいな。笛鳴ったら戻らなきゃいけないもんねつって。お、これ、はい、あ、ちょっと待って、いいじゃん。キック力、キック力、あ、95、ちょっと頑張って。そこはあの辺オフェ戦なのかな。あ、縦じゃないこれ。え、ロナウジーニョ、あ、無理だ。ピアニッチ、ここだと。で、ここだ、ここだ。あ、ちょっとぶつかっちゃってる、シャビが。あそこ守備がね、フィジカル、アイアンシャビだったらね、アイアンシャビだったらね、あの、アイコニックシャビとかじゃなくて、アイアンシャビっていう。知らんやろうな、多分、みんなは。あの、100万体に1体出るって言われてる、全身メタリックのフィジカルが99万のシャビがいるんだけど、あ、それだったらね、ギリギリボール取れたんじゃないかな。もうちょっとやれたんじゃないかなと。うんうん、あー、全然全然全然。マルキニョスからこうグーン。もうバカになっちゃってるか、俺。誰でもグーンで言っちゃうようになってる。はい、合言葉はグーンだね。うん、合言葉はグーン。今年の、あ、ちょっと、今年の流行語大賞、グーン。はい、グーン、グーン。あ、こっちだね。グーン、いいパス。デーブちゃんの95。精度が悪いから、精度が悪いからいいコスいかな。95もあるのに、この良くなかった。このパス分かるでしょ。こんだけパスがさ、パスの精度、この重視したチームを作っただけで、こんなにもプレースタイル、サッカーのスピード展開違う。もうコネコネしてる時代終わりましたよ、はっきり言って。コネコネしてる時代終わった。パス成功、こんだけ結構さ狙っといて、パスオン数86の成功70だからね。で、失敗したやつはなんか結構ビルドアップとかが多かったから、まあ、前の人も失敗しないんじゃないかな。これ出せ、キーパー出すよ。グーン、まあまあまあ、あげちゃった、あげました、うん、今のは。あの、対戦してくれてありがとうみたいな。3箇所ですね、3箇所あげました。で、ここもう、あ、じゃあもう俺やるよと。やっぱデブちゃんとかキック力とかがね、若干こう、おっと、デブちゃんじゃない、デヨングとかキック力がそんなに高くない人、やっぱダメだな。90だな、これ90ダメだな、ないとダメだな、キック力。はい、これやばくない、これ、このパス。デブちゃん、デブちゃんだけ全然格が違うじゃん。で、ここ、あ、デブちゃん、デブちゃん、デブちゃん、オッケーオッケー。あ、もうダメだ、あ、デブちゃん、すごいね。でもね、デブちゃんだけ全然違うじゃん。やめなさい、やめなさい。あー、ちょっとディフェンスも舞い上がっちゃってるね。なんかもう、こんなに前調子いいんだったら俺らやることないじゃんみたいな。そう思ってたら3対2。サッカーって面白いよね。ここ?お?ここ空いちゃってる?いいパス。あん。あん。これどう?あん。シャビちゃん。シャビちゃんダメだよ、それは。シャビちゃん。シャビちゃん。うん、あん。あん、外すんかい。あん、あんのリズムで、あんで最後、大きいあんで決めるとこでしょ。ちょっと甘えてきてるかな。なんかもう、あの、もういいっすか、監督みたいな声が聞こえてくるね。もういいっす。できるっす、自分、みたいな感じで。そうっすかって感じ、こっちも。だったら、やめますかって。そうじゃないんだよね。続けなきゃいけない理由がある。だって試合だから。あ、デブちゃん?いける ?95。もう精度がやばいね。まあ左で蹴ってるっていうのもあるけど、精度がやばいね、マジで。でね、この戦い方おすすめしますけど、一つだけ注意点があります。このパスがね、いつもより意識して強く蹴るんで、ボタンを長く押す癖がついちゃうんですよ。で、どうなるかっていうと、シュートもね、バコーンって蹴ります。いいね。
あ、ダメだな。もっとやっぱ、グティちゃんとかね、あと誰だ、デヨングちゃん、その辺ちょっとね、パスとドリブルと精度が物足りないよっていう人はやっぱりこうどっかでなんかこう何本かに1本ダメなパス、うん、フランス語でダメなパス、もうごめんなさい、フランス語とか言って何にも知識ないの。英語とかだったら何とかできたよ、うん、ノットとかさ、まあなんとなくそういう意味わかるじゃん、バットとかさ、なんかこうなんとなくそういう意味は、フランス語はもう全くわかんないな。でも絶対フランス語の響きの方が面白いじゃん、だから面白さを優先したの。そこだけ褒めてほしい。チャマは自分がこう出しやすいボケより面白いボケを優先したんだと。チャマはアスナロの木だよと。今はダメでも明日こそなろう、チャマはアスナロの木だよ。それ聞いただけで涙出てきませんか。ね、顔も見たこともない僕たちのためにね、この人は明日こそって日々鍛錬してくれてるんだ。そのサービス精神が嬉しいじゃないですか。でなおかつその人がね、ウイレがめっちゃうまなおじさんで、やば、その攻略をね、いち早くみんなに教えてくれる。これね、黙っときゃ僕今頃世界チャンピオンですよ。世界チャンピオン全員な無双してわらーって感じですよ。はいわらー、はいお前わらー、お前わらードーンみたいな感じで勝てるところさ、そうしないんだもん。なんでって、みんなが言うと楽しんでほしいからってことよ。子役ちゃま子役、今の演出もすごいよね。おっさんが言えばなんかこう評価取りかなとか、印象上げる感じかなとかさ、こうなんか思うかもしれないけど、やっぱちっちゃい子が言ったら、この子は本当にそう思ってるんだみたいななっちゃうじゃん。すごい、その計算とかなしに、この年でそんなこと考えられるのすごいみたいな、そうなるでしょ。デブちゃん、よくない？デブちゃんのこのやばいよね。でこっからデブちゃん、あ違うのよ、ピャニッチかな、今のピャニッチかなんかが良かったね。ちょっとこううん、いいね。ここデブちゃんちょっと決めてほしいね。ここそろそろもうバシーンと最後1点取ってほしい。バシーンといいパスでもうこれ決まったねと。デブちゃんのパスでずれたよねっていう。ちょっともうちょっとね、でスタミナがこれじゃない。あー通ったけどだね。ちょい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 、もう荒れてるよねえ。守備ができないのはね、こっちの確かに最高のパス軍団のね、おかげではあるけどさ、君の努力不足だろ。それを何ね、ムカついてさ、カッとなって暴力に及んでるんだいと。怒った時に、暴力ね、で表すのはダメだよ。ね。今、いいボケが浮かびまして。なあ、みちこなみたいな感じで。嫁がいるみたいな感じで、うん、やって、なんだおみちこお前その反抗的な態度はっつって、まあ、ボコボコに殴るみたいなね。でね、フレームアウト、カメラからフレームアウトしていくみたいな、まあ小ボケ考えましたけど、やっぱこちらデブですので立ち上がるのがめんどくさいと思っちゃいました立ち上がるのがめんどくせえっつってそんな時間があったらアンパン食べたいって感じです。あ、ちょっとやっぱクリームパン、はい、あ、ちょっと待って、ダメだ、ちょっとデブちゃんもうちょっと今ね焦ってる。デブちゃんにいいパスを出させたい。デブちゃんどこいる。これはねこうですよ。でもこのグビーンスどう、なんかディフェンス動いてなかったくない。でもその短い距離でも違う。デブちゃんさ、狭い距離で強いパスとか出せるんだ。狭い距離でさ強いパス、狭い距離で強いパスね。デブちゃんに出して、もうめちゃめちゃ狭いパスで、パスじゃ距離で、超強いパス出したい。何それみたいな。取れるわけないじゃんって怒られるようなね。もうドリブルドリブルですわ。ね。バースト、やがましはと。うん。え、なんだっけ、チョップタッチ、黙らっしゃいと。近い距離で。うわー、ダメだな。ちょっとビエラが天敵だね。どうですか、かなり、て、あ、もう変わってきてませんか、ギフト。こんなに違うんだなってびっくりしませんでした。ね、
こんなに違うんだなってびっくりしたでしょ。うん、俺もびっくりしてるもん。こんな違うんだって。だからね、こんなイーフトはこういうゲームだ、だからつまらないとか決めつけずにね、こうやって能力パスとか上げたらこんだけ展開の早い面白カウンターサッカー、エキサイティングなサッカーできますんで、他にももっとあると思うよ。あんた限界自分で決めちゃダメだよ。それを発掘するのはあなたたちです。こんなテレビ番組がありましたね。はい、ということで終わりにしたいと思います。じゃあねー。